こんにちは、かいちです。今回もですね、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドやっていきます。以前までの動画をご視聴いただいている皆様、お帰りなさい。初日で3本撮って、これが4本目か。いやー、このゲームやってない間も、考えちゃいますね。つまりちょっとハマり始めてると。で、おそらく、ゼルダの、このゲームをずっとやってきてる人からすれば、いや、まだまだだよと。こっからすごいの来るからっていうのがあると思うんでね。まだまだ序盤ですから、じっくりいこうかなと思います。あと2つ。おじいさん楽しみにしとるやん、だいぶ。マップを見ると、これをクリアしたんだよね。で、こことここに行けばいいんだ。だから、ちょっと近いところから行こうかなと。この方角だよね、多分。あれかな。よし。これなんだろう。これさ、ちょちょちょ、これいいんじゃない？これ。こうの。あ、そう甘くはないか。そう甘い話じゃないね。いやー、綺麗だね、やっぱこの世界。よいしょ。よいしょ。よいしょ。んで、黄色目指してる。敵発見。敵発見。12時の方向。スニーキングを開始する。敵は何持ってんだ？なんか奪えるものがあればさ、あんま考えず行く？行こうか。ちょっと一個さ、試し、あ、違う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 、これ、どうやって、おお、キャンセル。これだよ、これ。君たちが持ってる武器を投げつけたる。ぽい、ぽい。あ、どうやって投げるんだっけ。これ離せばいいのかな。ほっ。やば、全然投げてないよ、リンク。よし、君たちの骨で。あ、これは違う。あ、弓じゃない？弓。そうか、ここ弓台か。弓。あ、すご。影だよ、影。わーい、わーい。射撃の威力はあまり期待できない。このゲームって、やたらとあの弓を持ってるリンクを押してるやないですか。弓の装備、長押し、切り替え。弓の種類増えるんだね。だからなんか弓がキーだと思うんですよね、結構。なんかやたら光ってるな。あ、矢ね。矢大事。ちょちょちょ、あ、そっか。これでちょっと敵を引き寄せるっていうこともできるんだね。違うね。武器はこれで変えるのかな。あ、違うわ。あ、そっか。弓は標準装備なんだ。で、B を押せばいいの。よしよし。なんだっけ。なんかやり方があったよね。素早く引くとかなんとかって。こう？違うな。あ、これか。あ、撃っちゃった。よし、寄り道終了。敵を死人。どうしよう。
よりも中しすぎると良くない。肉、ああのさ、鍋、料理鍋ってやつめっちゃ食べてない？どうや、なんか DJ 並みになんかこう、あ、武器が、おいしいぞ。違う。焼き獣肉、いいね。鍋はないのかな。これ爆発するね、きっとね。いっぱいあるな。引火したら多分リンク即死しちゃうね。なんだろう、これ壁壊れたりする感じ？ただの高台かな。非常、なんか非常に誘ってるねこれ。落とせと。落としてみようか。多分やらかしたね。本来だったら他に使い道があったかもしれないやつを無駄に使った感じがする。おお、なんかガチだね。見張り台があってさ、あのさ、思いっきりさ、こういうことでしょ。これ矢で撃っちゃいいんじゃないの。そういう話じゃないの。ほい、あ、やばい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 、ちくしょう、見つかった。逃げろリンク。さすがだな、あの高台。俺も隠れるぞ。弓はこれじゃないの？違うな、こっちか。いやもう、でこのさ、しゃがむっていうのはどれなんだろう。飛距離の確認もしたいんだよね。どれぐらい飛ばせるんだリンク。ほっ、ほっ、あ、違う違う、あれ、なんで、あ、離せばいいんか。ほっだよね、飛距離があるよね。だから結構ギリギリまで近づかないといかんけど、あいつが見てるっていう話だと思うんだよね。で、ここだよ、これ、こういうことだよ、きっと。コンっていうことはもうちょいグン。難しいな。弾がさ、あとどんなもんあるわけ。あ、これ3って書いてあるのがそうかな。ここからだと遠いらしい。ちょっとこっそりさ、この辺、これだな、これ、この四角から。ほい。お、ヒット。あ、一回じゃダメなの。ハテナとか言ってる場合じゃない。せ。もう一丁か。おら。落ちた。失敗したぞ。ちょっと、しまった。
違うリンク、そうじゃない。あ、でもハテナハテナハテナ、こういう、あ、賢いな、あんまり離れないんだね、持ち場を。もう一個あるじゃん、ランタン。あ、普通に落とす位置間違えたんだ。矢がない、矢がないよね。あ、走りながら引ける、すげえ。矢がない、この辺にいっぱい落ちてたよね。3個いるかな、最低3個。外すの考えるともうちょいいるな。なんか次の祠に行く前が楽しいじゃん。最初に降りてきたとこ。お、あ、そういうこと。お、あ、しまった。あ、そう、素振りでも壊れる。なんかジャンプ切りを覚えたばっかだったのに。暇を潰す。夜の方が攻めやすいとかあんのかな。夜は見張り台がいないとか、近くまで行ける感じ。あー、でもね、矢がないんだよね今。だよね、1本しかないから撃てない、落とせないね、あのランタンを。ちょっと攻略方法を変えてみようか。そもそもあそこをクリアする必要があるかどうかってとこもあるしね。おーおー、あれはクリアしたとこか。すごいな、なんか少年時代を思い出すな。こういうとこで遊んだ気がするな。あ、頭取ったぞ。有利になるっていうことはなさそうだな。落ちたら多分やられちゃうし。あの見張り台をやっつけるっていうのはありかい？これあれだね、多分あの赤色の祠の方行くときは通る感じかな。ちょっとね、矢がないんで、祠行こう。To be continued だよ、あそこは。あ、山の崖の上にあるな。ってことは、あそこから行かないかんのじゃない？うわぁ、綺麗な草原。綺麗だね、これ。登れるんでしょ、これ多分。なんもない。いいね。
よし。リンゴもらっとくか。お、家。家発見。敵か？いや、ちょっと待って、なんか木になんかついてない、これ。あ、ちょ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 、なんかね、ヤモリみたいな。ああ、あれ多分焼いて食べれるって、きっと。逃げられた。お、毒。頑張りだっけ。おお、なに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 なんか音が聞こえる。鍋、鍋発見。蓋。あ、しかも縦なんだ。鍋使えないんだ。せっかく初めてなんか松明。リンク、人の家に勝手に入っちゃいけないって習わなかったかい？しかも日記を読むなんて言語道断だぜ。そしてついに究極の料理が完成した。名付けてピリ辛三回焼き。美味しそう。あー、これがあると防寒着がいらん。もっと読む。読んではいかんよ。肝心なレシピがない。他に何使ったか思い出せない。その食材を教えたら防寒着を進呈してやろうか。その前にね、手を出してはいかん。手を出してはいかん。ちょっとね、投げてみるよ。最悪だよ、リンク。あ、お、さすがにここに手を出してはいかんよ。お、鶏じゃないこれ。違うか。鳥といえばこれだよね。一本しかない。撃つよ。ほっ。はっ。え？すごい。加工されてる。すげえ。お。例のおじいさんだよ。え、あのおじいさんじゃないよね。あのおじいさんじゃん。ああ、本当ですか。いや、申し訳ない。あの、勝手に日記を読んでしまいました。あれ敵だね。すぐ目の前にあるが、越えられそうにない谷があるよ。あそこ敵のところを渡ったとして、すげえなんか楽しそうにしてんだよね。肉だらけ。宝箱。あ、宝箱だ。
ちょっとね、戦力がないですね。ということは、その黄色は今は難しそう。頑張りだけっていうのが気になった。これさ、これアーロンし、あ、これか、こっちを押せばいいのか。赤から行こう。アーリス。バイン。袋。これは入られそうか。せっかくだからちょっと城入ってみようか。時の神殿跡。確かあれだよね、少年時代になんか忍び込んだりしてたよね。いやー、なんか切ないね。こんなになっちゃったんだ。あれ、こんなんあったっけ？こう見る人が見たら、あーってなるんかな。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。そなたに力を与えましょう。しかし4つ持ってないようです。4つか。今おっちゃんからは3つって言われとるけど。あ、最初の1個プラス3つで4つってことか。敵はいる。うわ、そう、ちょっとなんか、ちょっと感傷に浸りたかったけどね。なんていうのかな。なんだっけ。この前、こう、休暇中に、これはまずいんじゃない？これ寒いよね、多分ね。だよね。それでさっきの防寒具の話になったわけか。ピリ辛。ピリ辛なんたら焼きの材料だって？鶏肉しか手に入ってないんだけど。じゃあ赤は無理だな。これも多分矢で仕留め、あ、これ食材じゃない、多分。これが欲しいんじゃない。普通に A ボタン押せばよかった、今の。もういない。
逃がしたの2回目じゃないか。うちのリンクはね、ロッククライマーだから。多分この距離なら登りきれると思うけど、ここまで来たらもうあっと絵は引き返せないよ。がんばれ、がんばれ、リンク、リンク、がんばれ。あっと、どうどう、よし、いいんじゃない？いい、よかった。とりあえずノーダメージだ。こっちからだな。なんかいるんじゃない？いないかな。じっさん、さすがにここからだったら到達できるよね、上。おお、恐ろしい。これは登り、え、こっからもう寒い、こっからもう寒いって言われるともう無理だな。ということは食材探しだ。食材探しが今のミッションになったね。多分あのヤモリみたいなやつだと思うんだよな。夜もしっかり見張ってるね。あれ、背後ちょっと襲ってみようか。素早く。あー、くそー、やるな。あ、矢をいっぱい手に入れた。よし、もうパワーだ、パワー。よっしゃ、よっしゃ、よいしょ。矢が飛んできた。お、よし、力技ですけど。ですけど、あんなんでよければ。と、
投擲槍って読めばいいのかな。投げて突き刺すことに特化している。おお、投げないんだ。よし、ああなんかある。開けてはいかん、これは開けてはいかんから、こういうことだよね。違う。そうだよね。あ、これじゃない、もしかしたら食材。出た。これあのさっきのところにいるんじゃない。まあさすがに鍋に蜂蜜はないよな。おじいさん、なんか光ってない？木が光ってない？おじいさんの家どの辺だったかな？こっちかな？なんとなく植栽見つけたんですけど、どうでしょうか？おお、よし。いやでもさ、見つけたんだよ。これをさ、ねえ、おじいさん、これ、あ、置くことしかできないんだ。わかった。夜じゃないと語ってくれないんだな。おお、よしよし。あ、ここで、料理はセンスか。獣肉とポカポカ草の実を使ってさらにもう一個か。ポカポカ草まず持ってないな。ピーカラ3回焼きだから、3回ってことは海のものがいるから魚かな。多分3の部分がそのポカポカ草で、なんか水にちなんだなんかがいるんじゃない？これちょっとさ、難易度高っけー。あそこ行こうよ。あの敵の拠点。どの辺にあったかな。
お、なんか光ってる。ポカポカそうじゃない？違うか。あ、壊れた。壊れた。ボコやり。ボコやりにしよう。ポーチがいっぱいです。やっぱりね、そろそろ来ると思ったよ。あの下で、あ、見張りいないじゃん。あ、いたわ。こっからは良くない。正面からだね。なんて言ったってこっちには爆弾矢があるからさ。で、あん中に食材があるのかな。関係ないかな。待ってろ。こっち見てんのかな。よし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 、いただき、いただきだね、これ。爆弾、あれ、あ、違う違う違う、これだ。ふふふふふふ、さよならだ。ほっ。よし。え、生きてるじゃん。すげえ。ハテナになってる。ほら。おい、見張りとしての役割果たしてないじゃん。あ、見張りじゃないのか。ただのあれか。ああ、おほっ。え、ああ、マジか。マジか、強いな、あのゴブリン。から、あ、こっから、一発で死なんかったね。ここまでは多分いいんじゃないかな。で、あのボス野郎に爆弾矢をさらに当てるよ。よし、よし、よし、そういうことよ。君をやればおしまいっす。さあさあさあ。よし。あ、気づかれずにやると大ダメージなんだ。食材。食材プリーズ。羽、羽、目玉、
そうか、コウモリがいっぱいいたんだね。なんか珍しいもんないかな。コンボ。武器ポーチいっぱいです。あ、そうか。あのボスが持ってたやつ、コンボ燃やしてただけなんだ。あ、そうか、爆弾矢じゃなくてあれ、炎の矢。違う、爆弾矢だよね。これどういう、ここから落としてもダメだったんだよね。うん、はい、ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、今回の動画はここまでにしようと思います。次の祠にたどり着かなかったですね。おそらくその防寒着を手に入れるための食材探しをしなきゃいけないのかなと。で、何回か料理して多分失敗したりとかすると思うんで、あの食材の肉とかポカポカ層が大量にいるのかなと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございます。ぜひですね、高評価ボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。